こっち行ったとこなんか看板あったはずやけどね。これ池上公園、前方後円墳。池上2号墳、3号墳。3号墳、2号墳あんのかな、ちょっとわからんね。前方後円にしておきましょう。ねえ、前方後円の方がいいやろ。どっか入るとこないの。ここにね、2号墳と3号墳があるはずやから、今どこおんのかな。これはあかんな、こっちどこにおるか書いてもらうんと。これじゃわからん。ちょっとな、横見てみようか。あ、ここがくびれちゃうことないな。そんなことないわ。あんねやるな。これはわかりません。これじゃわからん、さっぱりわからん。これが3、5分かね。あっこになんかね、縦看板あるんやけどね、やっぱりそうやな、これ古墳やね。じゃあこっちが3号墳だ。ということはここがね、2号墳がこっちにあるよね。わからんな。こっちが2号墳だそうですわ。はい。はい、忠押し古墳。全長50メーター。わかりませんか。高さ10メーター未満。わからんな。あの、反対側の道路が通ってるしね。いやー、わからんか、これ。看板もないかね。はい、そういうことで。これこれ。これがね、今の方がね、3番。あ、こんな感じか。ね。ただ押し古墳。で、これね、これが2番。2番はね、三好2号墳やったかな。3号墳、三好2号墳で、ね。93メーター。ほんで、うん。ちょっと明らかだけどね、どこから4分。墳長でございます。これが公営がしますからね。はい、なんぼ。そしたら次は、お、これだ。津山古墳。ああ、220m 合ってましたね。高さがね、まあこう目視で見ると20メートル以上あるね。24、5メートルあるかもしれないな。書いてないか。書いてないね。この中もね、行ったけどね、4500頃。だからちょっと早いんですけどね、古墳としては。はい、津山古墳。ねえ、これ見たかで。これね、手前に作り出しがあれが、あの辺が作り出しなんだよな。あれがね、手前がね。公園室に置いてあります。見れますよ。この前行ったら見れなかったかな。なんか、工事当てあったかな。ずーっと歩いてきて、あの辺を歩いてきたんだな、前な。あっこ。夏やったからね、草ぼろやったけど。あんな堤防なかったな。あんな中田地区だいぶ前やね。
なんかね、細いね、まあ、後で見てみるけど、細い木の端かなんかが欠けてありましたよ。ほんで、後で役場行って聞いたら、いや、入ってあげませんよって言われてさ。ね、後の祭りでしたけども。サミタ、記念塚、サミタってここで入るのかいな、もしな。他のとこサミタ入ってんのに。サミタ言うと、だいぶ先の方にね、サミタの古墳があんねんけど。サミタ、記念塚古墳。これは全長が78メーター。ほんで真ん中がね、道路が突き抜けてるんだよね。珍しい古墳です。これが方墳だよね。ちょっと方墳の形が変わってしまってるけどね。道路をまたぎますからね。最初に来たのよ、ここもね、草ぼうぼうでね、びっくりしたんやって。まあ、夏が多かったからな、昔は。はい、ここは道路でございます。四車線道路されたみたいだけど。はい、これが公園部でございます。いやー、タンポポが綺麗に生えてます。これ。残ってますよね。石棺が2基残ってるのかな。北岩1号本と2号本、これは1号本だな。1号本2基やね。埋め立てて終わるけど、なんか金具入れてるんだよな。これもう一個はね、あの橋の下にもう一個あるはずだけどね、ちょっと見てみようか。これね、今市2号本でいいんだよね。北今市2号本、休憩所設置、ここに設置されてるね。見てみましょうかね。これでございます、これ。石棺。石棺だけはね、石棺じゃないね。公園部からずっとね、方法。滑り山古墳っていつも言うとるかな。フラスカ古墳って言うんだよな。墳丘は180メーター。高さ変えてないんかね。高さだいぶ高いんだけどね。20メーター以上あるんだけど。公園部から方法もね。はい、ここは、はい、一本がそこ。この前方後方、円墳やな。前方後円墳。全長がね、130メーターぐらいですね。高さは、需要5、6メーターあるか。はい、このちょっとね、横をちらっと覗いてみるか。雨降ってなかったんで、もう滑ってね、上がるの大変やったんやけど。で、セミがものすごい勢いで鳴いてた記憶あんね。何年前やろ。ずいぶん前ですわ。ほんで草ぼうぼうやったね、いつもいつ来ても。これが前方部です。130メーターもちょっとあるかな、前方部は。
角わからへんけどね、角は。ああ、木があるけ見えんかや。はい。とるかね。入れまんのか、これ。やぶやね、やぶ。ちょっと行くだけ、中入ってみるか。行ってる、当たるな。お、いいよ、行けるやろ、これ。行ってみよう。もうちょっとね、そろそろ蛇が出てきまんね。奈良は蛇の宝庫でございますからね。その点、大阪であんまり蛇見らへんな。お、いけるぞ。さて、どうなってるか。あら、入られへんわ、やっぱり。やぶでございましたか。ね、入れませんね。残念でございました。これ、形状から言うと豊富やな。これ21期か2期目やから全然足りませんね。この横もね、なんかあんねんけど、古墳みたいなのが。と、1時間、2時間だから5時、4時間ちょっとやな。9時半に来たからね。これね、武将でございます。